はい、村田チャンピオンはですね、まあ、金メダルを取って、それからまあチャンピオンになりましたけど、一度あのスピードのある選手に負けましたよね。その後、まあ、リベンジして、勝ちました。この勝ったっていうのはすごいです。まあ、同じ選手に勝つというのは、負けた選手に勝つというのはとても難しいことです。リベンジを果たすのは本当に難しい。しかし、それも判定ではなく圧倒的な差で、2ラウンドで KO したという、これはすごいです。だいたい金メダルを取る人は、金メダル、まあ、3ラウンドですからオリンピックは、根性いらない、スタミナいらない、まあ、パワーもいらない、必要なのは才能だけっていうね。ということは才能があるやつが金メダルを取る、世界アマチュアの世界一を極めるということなんですよ。プロはあの12ラウンドありますから、スタミナも必要、根性も必要っていうことですよね。まあ、もちろんパワーも必要。でもアマチュアの金メダルは才能だけということは、村田選手は才能世界一って言われるぐらいの才能を持ってるはずです。まして金メダルを取った選手は、プロになって活躍して、世界チャンピオンになって、大体がこう今いるスーパースターと言われている世界チャンピオンはみんな金メダル、アマチュアで才能を生かし、そしてプロでスタミナもつけ、根性もつけ、パワーもつけて世界チャンピオンになってる。それぐらい、そしてプロの世界でもスーパースターになる、それぐらい才能を持ち合わせた人がアマチュアのオリンピックの金メダリスト。ということは村田選手は金メダリスト、才能抜群、ね、世界一の才能を持った男。やはり負けた選手にあれだけの期間で次に勝つというのは、その才能をものすごく生かしたんですよね。最初はその才能が生かせなかった。しかし負けたことによってその才能を開花してきた。まあ、あの一流のジムに所属してますから、一流のトレーナーをまた雇い、こういろんな作戦を練って強くしたんですよね。そのリターンマッチで、やった時には、再戦した時にはもう本当に違う村田チャンピオンになってましたね。村田選手になってました。すごい。だからこれからどんどん伸びるはずなんです。ただ今回の相手も、まあ、半端じゃないパワーを持った、8割の KO 率を持った男ですから、 80% の KO 率ってすごいですよ。まあ、村田選手の才能とこのハードパンチャー、そしてこの、バトラーという選手は、結構バトラー選手を動かし、体を動かして、こうなんていうんですか、こう技術でやるというより、この勘でボクシングをする、スイスイスイとこうガードを落としたまま避けながら打つ、そしてパンチもある、これはなかなか攻略しにくいと思います。ただ才能は村田選手の方があるから、パワーのバトラーか、才能の天才と言われる村田か、これがぶつかり合うのはかなり興味ありますね。まあ、村田選手もパンチがどんどんついてきてますから、当たれば面白い。ただ当てにくい。今回の選手はくにゃくにゃして、うまい、あのなんていうんですかね、もうふわふわしてこう避けるんですよね。柳がこう揺れるようなパンチをシュイシュイとこう避ける、それが当てにくいとこを村田選手の当て感で当てるかといって、相手も、当て感を持ってるすごい選手なんですよ。どっちが勝つかって言われば、こっちはちょっとあの今回想像 しにくいんですよ。ぐっと伸びた村田チャンピオン、世界チャンピオンか、KO 率8割で上がってきてる、才能あるバトラーか、もうはっきり言って難しい。どっちが勝つか分からない。村田選手の成長率でいくと、普通の選手だったらば多分 KO して防衛 していくと思いますけれども、今回の選手はパンチがどこまで当たるかがちょっと心配ですね。本当にこうね、くにゃ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 、うまいんですよ、これ避けるのがね。それで当て感もいいんですよ。すいません、はっきり言えませんが、
多分村田選手が勝つと思います。負けるとしたら KO負けだと思いますね。中途半端なちょっと意見で申し訳ないけども、勝つと思います。判定で勝つかもしれません。ただ KO だったらバトラーじゃないかと思いますね。とにかく才能を持った選手同士なんでかなり面白い。 70% は KO 決着、村田選手が一発当たればガガガガガッといくね。この間変身した、向上したね、村田選手を見ましたから、まあこういう KO 決着も村田選手にもありますけどね。もう目の離せない試合になると思います。天才同士の戦い楽しみです。そうですね、あのクニャクニャこうしてこう勘のいい打たせない選手は意外にあの打たれもろい選手が多いんですよね。ただこう打たれないから打たれ強いのか打たれもろいのかわからないだけで、結構今までも、いろんな選手こうクニャクニャいましたけど、当たった打たれた時はもろいです。だから村田選手はそのクニャクニャをいかに変則かあのフェイントをかけて当てるか、当てれれば 早く倒せます。ただ当たるかどうかちょっと心配ですね。勝率もかなりいい選手ですから、これは苦戦しながらも勝ってほしい。勝ってください。そうですね、どっちにしても判定勝利が多いと思いますよね。もしも KO 決着であるならば、もしかしたらバトラーかもしれない。外れたらすいません。はい、あの村田選手勝ったよね、頼みますよ。